のドキュン一緒に沈もう。はい、どうもさん、こんにちは。トリピード。あ、ナナコです。砂亀です。フルコンです。ピラノです。はじめまして。ピラノさんが、トリッピー宅に初めて来てくれましたが、初来訪、はい、今回やるゲームはですね、はい、生き残りをかけて戦うウィックショットというカードゲームです。おー、はい、ピラノさんには初めて来てもらったんですが、はい、早々に死んでもらう可能性があります。死ぬために呼ばれた。はい、このゲームどんなゲームかって言いますと、うん、カードがですね1から8まで各5枚、はい、まあこれだけがあります。でこれを5枚ずつ配るんですよ、うん、で、まあ1枚1枚その毎ターンラウンドごとにカードを1枚出してって、まあこの効果を処理していくみたいな感じなんですけど、うん、全4ラウンド戦って、はい、一番最後まで生き残っていた1人だけが勝つというゲームなんですよ。おー、リタイアになったらトリピーターから出ていくってルールだよね。あ、もちろんです。そうですね。トイレ駅周辺にもいてほしくない。スタートプレイヤーせっかくなんで僕一番最初にやりましょうか。はい、でこれ山札からね、4枚ここ全4ラウンドあるんで4枚ここに置いときます。はいはい、でスタートプレイヤーの人だけはここから1枚カード引けるんですよ。はい、その中から1枚だけを僕がこんな感じで出せます。うん、はい、うん、突撃、突撃数字が、低い人が、ね、まあ、最弱で一番高い8が最強ですね。はい、でこれ4ラウンド目に一番数字高いので勝った人が勝ちってゲームなんで、僕はスタートプレイヤーの1枚表向きに出しましたね。うん、はい、今から5人は裏向きにカードを出すように、そうだないとおかしいよね。セットしてください。わかる、この違和感なんだよね。はい、見せるわけにはいかないよね。さらに、みんなに共有しときたいルールがあります。はい、全員がオープンした後に同じカードがあった場合、うん、そのカードは2人とも裏向きになります。でこのゲームでは効果なしです。かぶったら、かぶったらダメです。カードの処理なんですけど、全員がカードを表に出したら小さい数字1からカードの順処理してきます。うんうんうん、はい、やりました。クイックショット、クイックショット、いやマジありますよ、ガチありますよ。スラさん、はい、選んでください。でこれで、はい、はい、じゃあ皆さん、はい、起きましたので、せーのでオープンしてください。はい、せーの、クイックショット。おったー、あれだー、ナナコさんがなんかいないじゃん。かぶせないでよ。今ブルコーさんを牽制したのに。でもこれでも大丈夫なんじゃないか。とりあえずとりあえずここが裏になるから、裏になるから、はい、で、2から処理ですね。はい、4と5の人は脱落する。はい、ということで、いない、いないので脱落者はなし。はい、そして3なんですけど、強さが逆転する。はいはいはい、なので、ここは2が一番強くなるのか。そう、まあそう、1、まあそうだ、2が一番強くなるかな。何番、はい、なんだね。で、こ次の俺で、うん、最弱の人は、はい、脱落する。おー、トリッピー3、6で最弱の人はトリッピーなら合鍵をちょっと渡していただけると、じゃあダーン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 入ります。このゲームで最弱だったのは、最弱が一番強くなるんで、一番数字が小さかったペラノさんが、うん、はい、が、ゲームメーカーです。はい、このまま残り3ラウンドですね。はい、で3ラウンド目にこのゲームメーカーのカードを持ってる人が勝ちなんですよ。おー、はい、じゃあ僕以外では勝ち。で、このゲームね、もう一個追加ルールあって、手札0枚になったら負けなんですよ。だからゲームメーカーの人は手札ここから1枚増えるんで、ちょっと有利ですね。なるほど、選択肢も増えるんで。なるほど、はい、はい、7、7、最弱良いやつだね。手札を1枚なぬ、これね、ちょっとこうするか、こうしてみよう。いや、ちょっと待って、これね、これはね、あ、まだちょっとこれだな。うん、いいな、早くやってくれよ、暇だから。はい、はい、はい、じゃあ、いくぞ、せーの、はい、攻めの、おお、危ねえ、にやった、やっぱ危な、これ違う、これいいんじゃないか。じゃあ、1から処理しましょう。はい、自分は脱落しない、俺は脱落しない、はい、で、2が4と5の人は脱落やけど、いない、いない、いない、2のままで、で、2が3が強さ逆転、強さ逆転、おい、捨ててください。一番強い、はい、最初の人は1枚手札を捨てる、おお、です。なのでピラノさんが捨てなきゃいけない。なかなか最弱になりました。3個ええな、この革命みたいなやつ。じゃあピラノさん1枚カード捨ててください。何でもいい、何でもいいです。でいい、この中でいらないなって思うカード、まあやっぱ手札が多い方が強いんで、これ捨てます。はい、じゃあこれを捨てて、で、これ一番数字が低い人が今優勝なんで、ナナコさんですね。ナナコさんゲームメーカーです。はい、で、これも残りも全部回収です。ここは誰も脱落しないと。はい、脱落はなかったですね。じゃあナナコさんは有利ですね。1枚入れてください。はい、
で、ごめんなさい、忘れてました。俺脱落したからカード多分ね、全部公開してこれ捨てたんです。そうそうそう。そういうことで枚数をね、出るな、はい、結構。だから4と5で、ね、5が少ないな、みたいな。危ねえな、あいつ。いや、まあじゃあ、これでいきましょう。はい。うわ、だいたい、だいたい高い数字出しがち。出しがち。言えてない、俺。出しがち。出しがち。出しがち。これはね、これだな。ああ。出ましたね。ここで、こうですね。よし、行ったね。はい。これ、奥が深い。よいしょ。せーの、オープン。あぶねえ。でも2位じゃないけど。違う。6で、ダブルダブル。で、カードが裏の人は脱落する。おお。ダブルクエッション。ダブルクエッション。一騎打ちや。最弱の人は手札1枚なんでするからな。いや、スターさんですね。あ、スターさん。スターさん手札1枚ある。お前。もうラストに出すカードを先に決めるってこと。ってことか。ってことか。じゃあ。こっちは捨てる。これを、あ、これいいかな。2を捨てますか。カードを捨てた。ゲームメーカーはこのまま、7個下がる、引けます。もう、私は出しちゃうよ。そうだね。うわ、これ難しい。読み合いです。ちなみにこれが捨てた、これで、こんな感じです。し、私は今、2を捨てた。最後2を捨てた。最後2を捨てた。2枚ある。いや、これ大きいカードを捨ててるんじゃない？あ、もう、あ、でもわかんないですよ。結局最後の1枚だったんで。いや、俺今もう2択ですよ、はっきり言って。あ、2択。今2択まで絞った。出せ。はい。ちなみに何だったの？これ表にしないといけないです。表にしないといけない。表してください、7番。いや、あのね、結局、それが3だったら負け。おー。おー、効果なし最強。なるほど。それが3なら負け。いや、3以外も負けありますよ、多分。じゃあ、私の選んだカードはこちらですね。おー！裏になるんで、これ待って、どうなるの？どうなるの？そうか。自分の人が脱落する緊張感がいつどのカード出すかが、4ラウンド目で、ゲームメーカーになった人がチャンピオンです。まあ、でも、ただその両方裏だったから、危ないもん。ただ、そのルールを総合すると、あ、待って！ゲームメーカー7個じゃん。もうそうだね。7個下の勝ち！あー！これられるよ。この前はゲームメーカー持ってるから。そうだ、ゲームメーカーの人が優勝しようか。花子さん、ゲームメーカーやっぱなんだかんだ手札増えるんで、ユリ1枚引いてください。はい。こっから。ありがとうございます。はい。引かせていただき、やばい。やばい？やばいです。さあ。はい。皆さん。はい。1は出したら裏がありますよ。はい。1。なるほど。なるほどね。俺これでいこう。3出しづらい。七子さんが1を出すなら俺はこれと決めていたのさ。まあ、七子さんみたいにね、最初に脱落したくない人は、そうやってチキって1を出すと思ってます。もうなんか出ない、やばい。あ、わかった。あ、じゃあ、こうしよう。これで、これで多分、アンパイ。オッケー。いきます。せーの、ドン！よしさあ、で、じゃあ1から処理しましょう。1はなし効果。脱落しない。4と5の人は脱落する。おー、だ。大丈夫になったんや。危ない！だから、ルピーが5出すと思ったから、これでいけるっていう。そっか、危ない。脱落するやん、これ。絶対しねえよ、とか思ったのに。最弱の人は脱落するだけど、自分は脱落しないだから、セーフ。かぶんの、これは。あ、そうだね。確かに。ちょっと待ってくださいね。どうなんだよ。多分ね、脱落しないになると思う。これが最弱なんで。そうよね。これになることはないと思うんで、多分、これは、それで、誰もしないでしょ。次のターン、みんな生き残りでいくっていう。そういう感じでしょ。はい。それでいきましょう。脱落するけどしなかった。素晴らしい。はい。じゃあ、6がゲームメーカー。ゲームメーカーですね。はい。じゃあ、フルニキがゲームメーカーでございます。はい。はい。フルニキ1枚引けますよ。1枚、あ、そう、1枚引けんねん。あとゲームメーカーこう置いときましょう。はいよ。はい。ほら。あ、ほら。捨てたらその数字を足す。ああ。これね、強いんですよ、4、実は。うん。これ、あとで4の効果のタイミングで捨てるかどうか決めれるんで、全員のカードがオープンしてからこの子が使うか決めれる。せいー！これ、むずい！ただ、俺は、これ2を出される覚悟で。いや、そうだよ。っていうことだよ。2で死んじゃうのよ。ほら、俺を殺してみろって。気合の良い。あ、でも、2人に出したら、それが向こうになる。そうですね。そうそう。だからまあ、そっか、確かに。その覚悟を決めに行ってる、俺は。2が2枚出る読みとかってことで。そうなるんやな。そういうことですよ。はい、行きましょう。はい。せーの !2 は。頼む！何？ない！おお！おお！おっと？処理だ、まずは。潜伏！自分は脱落しない！で、私ですね。強さが逆転します。逆転！で、手札を。捨ててもいい。まあ、捨てないかな。じゃあ。手札。捨てる必要ない。ない。はい、OK です。で、裏は、ない。裏、なし。効果なし。裏の人脱落しない。で、逆転だから、ピラノさんが。ピラノさんがゲームさんです。誰も落ちない。おい、ゲーム！
八出したのに俺、ね、最強のカード八処理したのに。でも脱落今回しないっすね。ね、うん、はい、残り2ラウンドです。あ、ちょっと、はい、はい、どっちでもいいっすよ。どっちでもいい、はい、どっちでもいい。苦しい、苦しいな。今、ナナコさんが1回目チャンピオンになったじゃないですか、うんうん、これ2回チャンピオンになったらレジェンドって言って伝説になるやつ。なりたー。ナナコさんこのゲームで勝ったらもうなりてー、正真正銘の本当のルールでもちゃんと勝ちです。なりてー。伝説の傭兵、伝説の傭兵、なりてー。ちゃんと履歴書に書いてね、レジェンド。クイックショットのレジェンド。よし、基準となるカードはこれだ。うわ、出たわね。最弱な人は捨てないといけない。うん、あー、弱いの出したくないなぁ。まあでも、これ行きましょう。これかなぁ。いや、マジ脱落したくねぇ。すんなり出たな、今。ねぇ。さあ、脱落したくない。せーの、わーっとかぶった。あー、わかった。よしよしよし。あ、でも、5ないぞ。3はか、不正解。あ、5だ、5なくて危なかった、助かった。あー、逆転してほしかった。で、私からですね。4と5の人が脱落。脱落。あ、これ危ない。ない。はい、まだ俺ら3だけどね。はい。で、最弱の人は脱落。あ、やばい。あ、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 で、刺したぜ。刺した。で、最弱の人は手札を1枚なんで捨てるだけど、まあまあ脱落してるわけ。はい。じゃあ、これで、一番強いのは7なんで、まだ引き続けて、継続だ。してらっしゃる。あ、どうしよう。ヒロさん、4枚から選べる。かわー。いや、でも、4ラウンド目に、ゲームメーカーやのやだな。いや、確かにちょっと安っよね、これ。4の目勝てなくない？これしか出すもんなくないか。あー、これに対して3は。あー、これ、そういうことか。そしたら、待って、でもこれ、これ、だから、先出しできるから、ナナコさんがもう8出せないんだよ。だって負けるから、裏になって。あー、そうやね。だからこれ、もしかしたらゲームマスター、このゲームメーカー8は強い。強い。そうだね。だから、勝ち筋が3出すしかない。そうやね、うん、やばい、やばい、俺これこっちかな、これしかない。3出しに行って裏返ってもあかんし、うん、でも3が誰かが3出すことを読んで1、2を出すもありやし、うーん、うわー、ちなみに長さ手札何枚なんですか？これ3枚。あ、3名やって選んでんだ、うわ強そう。3名か、3名何選んだんだろう。じゃあ行きましょう。はい、せーの、ドキュン、一緒に沈もう。おいおちなみに最後の1枚何だったんすか？いや、4-4。あ、じゃあ俺勝ってから11で。ほんまやね。感謝で11勝者なのに。7なら勝ってたね。これすら反省あんのよ。でも結果的にはゲームメーカーママになるんだったら。引き続きになるルールなんで、俺らの、じゃあ今年ルールだと。だから、ピラノさんの勝ち優勝になる。レジェンドに一歩近づいたぞ。これ意外とサクサク俺のこと分かったんで、もうちょっとやりましょう。いや、これおもろいよ。レジェンド決めたくなるよ、ここまで来たら。ピラノさん引いてください。あー、そういうこと？これ、強えかもしんねえ。え、初手でそれ出すの？うわぁ、え、どういうこと？まだ強えぞ、これ。コンボがあるのか。これこれ。俺これ出しちゃおう。はい。よっ、せーの、ドン。まあ最初はね。あー、まあ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 。ほらー、裏や、裏や。これは。死んでるこのゲーム。トリピー。ねえ。もっと遊びてえよ。トリピー説明しかしてねえ。絶対脱落なんかさせてやると思ったのに。このゲームで絶対遊んでない、この人。なんでまた出てきたの？自分のルールで。やべえなことになったね。はい、脱落です。手札結構良かったんだけどな。突撃2枚やったからどっかで使わんとなって思ったら、もう最初からって思っちゃったんだよな。くっそー、そうでしたな。はい、じゃあこれ回収です。おい、1かぶんなよ。おぶね、回避できたわ。ゲームメーカーはそのままですね。そうね。はい、よし、よし、苦しめ苦しめ。ええ、いや、マジ強いぞ。嘘でしょ、カード。だから強かったんだ、マジで。ピラマさん、はい、これまだ8あるでしょ。絶対あるわ、これ。はい。5枚、5枚8かであるわ。8買い占め行こう。嘘。せーの、ドン。
これは逆転じゃん。いや、にいねえのか。あ、でも、まず2で4と5はいません。いません。うん、3、強さ逆転。逆転。逆転した。なので、最弱の人は。手札を1枚捨てる。なので、最弱ピアノさんになります。これが1枚捨てる。が1枚捨てる。で、8はないですね、ここ。あ、じゃあ私がゲームメーカー。そう。おお、やった。初めてだ。ピアノさん捨ててください、カード。4捨てます。はい。あ、でもゲームメーカーなって手札増やしたけど大事なんでね。うん。では、ここから1枚ドローします。はい。はい、ゲームメーカードローで、ね、うわ、悩むな、これは、はい、ちょっとお気に。おぉ、まあまあまあ。置いてるなぁ。一番置いてるな。いや、これは次の最終ラウンドの温めてるって言ってほしい。はいはいはい。まあ次ですからね、大事なのは。そう。ああ、もう一度する。はい。いや、そうか。せーの、ドン。うわ、割れたの。まずは3からですね。強さが逆転して。で、4が手札1枚捨ててもいいが、捨てない。捨てない、OK です。じゃあ私が引き続き。そうだね。そうだね。強いので。一番逆転してるんで、革命中なんで。いや、これ。スナさん、ゲームメーカー。ゲームメーカーやらない。どうぞ、スナさん、こちら。あ、最終ターンのゲームメーカー、微妙いな。これ最終ターンか。はい。いや、最終ターン、ゲームメーカー、8出し強いっすよ。8出しか。私気づいちゃったんですよ。お、2があんま出てないんですよ、ここまで。え、出てない。2があんまり出てない ?1 枚しか出てなかった気がする。え、カウンティングしてる、こいつ。すごい。こいつ、この4を出すことで1を2を結構みんな順当に持ってるんですよ。はいはいはい。それを出し合うっていう裏目がこのターンあるので、逆に4は安全。なるほどね。なるほどね。そう、確かに自分の勝ちを求めるなら正直出したくないもんね、トラップの2を。これ足せんのか。そう、足せるから。こっちを超えられるんや。で、かといって、それを阻止しようと2出すと多分ね、被っちゃうんですよ、みんなが。ほら、十中にはまったね、もう。あ、長子さん考えてて。さあ、足されるんだよ。さあ、2位出せるんだったら出してみなよ。被っちゃうけどね。うわっ、うわっ。お、やばい、なんでそんな強いの。じゃあ、オープンしてください。せーの、3での、あ、出て。おー、トラップでいきます。おー、すげえ。いや、これでトラップで、まずはそうですね、トラップで脱落させて、そうそうや、そうや、トラップで脱落させたので、このブーが9が9来た9の重いので、まず超えて俺がね、最初だ。すげえ、これ名試合じゃない。これ4先に出したら9になることよ、みは熱いわ。はい、ということで今回これ面白い。レジェンドになったのは長子さんです。ありがとうございます。駆け引きが素晴らしかった。早の外のトリッピー、またしても何も知らない動画のシーン。これはさ、3回のラウンド中さ、2回初手すぎしてんだけど。